ドイツ海軍の軍艦機ドイツ海軍は、ドイツ連邦共和国の海軍である。2019年2月26日時点で、現役兵装員は16,438人。県軍以来、非公式には、報道機関などを通じて1990年頃まで、連邦海軍と呼称されていたが、1995年に、連邦国防省主導の下で正式名称。 ドイツ海軍と呼称される。翌1996年11月6日に議会で名称変更について論争となったがこの経緯については政務次官は説明を拒否した。組織の位置としてはドイツ連邦国防省連邦防衛軍における軍事機構分野の軍隊で軍備部門にあたる。本校では他の時代や 体制のドイツ海軍と区別するため必要に応じて、ドイツ連邦海軍、連邦海軍、西ドイツ海軍及び統一ドイツ海軍の故障を用いる。第二次世界大戦後ドイツは非武装化される。しかし、連合軍最高司令部の下で、旧ドイツ海軍の一部は、宴海域の嫌いを除去するために総海艇部隊を維持、運用していた。 これらの総会艇は1947年にドイツ総会管理局のもとで最大規模となる。その後、1956年の連邦海軍創設まで人的基盤を維持するためにより小規模な組織として総会業務部門を税関と警察内に維持した。イギリス主導によるイギリスバルト海漁業保護部の下でハンス・ヘルムート・クローゼを指揮官とする。 クローゼ高速艇グループを非公式名称ながら、組織し、新型高速艇部隊の中核として整備される。また、ドイツ連邦国境警備隊内部にも、会場部門が設立され、高速小海艇6隻が、発注されるも、準備段階では、その意図が露骨であったため、1955年の、そのうちの3隻が、名目的に、イギリス海軍所有に移される。 新しい海軍の基礎概念については、アメリカ合衆国海軍の海軍歴史チームにて1949年から1952年にかけて、すでに確立されていた。1949年のドイツ連邦共和国の建国直後に、コンラート・アデナウアー連邦首相は、海軍の再建について、米国海軍歴史チームと秘密審議を行い、 米国海軍歴史チームはこれらの事項について同意する。ヒンメローと覚書の拘束後に、米国海軍歴史チームは同覚書を追放する。内容は新海軍について、人員1万5千人から2万人の規模の範囲内で、総海艇、高速艇、追跡艇及び水雷艇など、小型艦艇を主体になっていた。さらに、24隻の小型潜水艦に、 海軍航空隊の保有も視野に入る。欧州防衛共同体の枠組みにおける、ドイツ海軍分担計画では、過小な戦力と装備が予定されていた。計画当初は、現役兵1万1500人と、予備役兵1万2000人だけで構成される、予定であり、最大級の部隊は、輸送部隊で、潜水艦や航空機は含まれなかった。 西ドイツ側はこの所要量を不十分とみなした。1954年に欧州防衛共同体構想が頓挫し、ドイツの海軍再軍備については、北、大西洋条約機構において引き続き交渉される。欧州連合軍最高司令部は1955年7月6日付の書簡で、それまで曖昧であった海軍の責任と給与に基準を与え、 新生ドイツ海軍はそれに拘束されることになる。これらの任務のために小型護衛艦18隻、輸送艦艇10隻、総海艇など54隻、高速艇40隻、潜水艦12隻、海軍用航空機58機が必要と判断された。1955年11月12日に西ドイツは、旧ドイツ軍の伝統を継承しない、新たな軍事組織として、 ドイツ連邦軍を創設し、1956年1月2日に、ドイツ連邦軍の海洋戦力として、ドイツ連邦海軍が県軍され、旧海軍要員の再教育がビルヘルムスハーフェンで開始される。同年3月1日付で、海軍総監が任命され、手始めに陸上の艦長組織を整備する。連邦軍の独立軍種として確立し、他の軍種では、 多数の人員が配分されていたが、前述の通り連邦海軍は、旧ドイツ海軍の人員を取り込みつつ、再生を開始した。ドイツ連邦海軍は、当初から同盟国海軍と異なり NATO の、指揮構造に結合されることを前提に、組織されていた。しかし、自己概念上の考え方が、将来の同盟国間で調整されるのは1950年代前半からで、あった。 二つの重要な要因はこの考えに大きな影響を与える。一方、ワルシャワ条約機構の強大な軍は東西国境に沿って展開し脅威となっていた。他方、ナトは海洋大同盟として海洋を支配していた。この相違によって西ドイツ正面の防衛が主要懸案事項となっていた。したがって初期における海軍が考慮すべき事項は 牽制のため敵地への着上陸作戦を施行することとなる。これにより活動正面はほぼメクレンブルク方面に絞られた。利用可能なドイツ連邦海軍は連合軍の上陸計画に備えて安全確保と主力海軍部隊が到着するまでの間バルト海、沿海域の確保が求められた。予定された直上陸地点の確保は一義的には ドイツ連邦海軍が担うことになる。海軍初の調達計画で次の装備が求められる。駆逐艦、高速艇、総海艇、上陸用集艇及び海軍警備部隊を準備し、陸海、空一体となった、着上陸作戦に備えた。連邦海軍の基礎は、アメリカ合衆国軍の監督下で1956年1月2日以前まで、海軍教育中隊と、 ローム部隊を通じて教育された。1956年4月1日にハンス・ヘルムート・クローゼが指揮するクローゼ高速艇教育戦隊がキールにて編成される。1956年5月2日に艦隊基盤司令部がビル・ヘルムス・ハーフェンにて任務を開始する。1956年6月15日に海軍司令部は マックス・エッカート・ボルフ海軍大佐の暫定式の下で、任務を開始する。1956年5月16日に第1、機雷捜索隊が12隻の総会展を機関に、ビルヘルムス・ハーフェンにて編成され、1956年6月1日に、第2警戒機雷調査隊が6隻の艦艇を機関に、ブレーマー・ハーフェンにて編成される。艦艇については、 当初、終戦後から連合国軍が付設した機雷の除去のため、旧ドイツ海軍艦艇を活用して米英に編入されて、総会活動に従事しており、再軍備にあたって西ドイツに返還された。戦闘艦艇については、アメリカ海軍のフレッチャー級駆逐艦6隻や、イギリス海軍のハント級護衛駆逐艦3隻、ブラックスワン級、 スループ4隻などの戦時建造艦艇を供与ないし、購入し、国産艦艇の調達を開始するまでのつなぎとした。これ以外にも、バルト海で戦没した、u ボート液災型2隻や、U-BOT21 型1隻を引き上げて、全2隻は訓練用に、51隻は実験用に供された。早くも1957年4月1日に、第二警戒機雷調査隊は、 ナト o の指揮構造に結合される。1957年秋頃の連邦海軍には、次の装備があった。カペラ急走海艇20隻、38型高速艇2隻、ヘーリング級高速艇6隻、税ンと急走海艇6隻、護衛艦2隻、液災型 U ボート2隻、練習艦艇8隻。その後、連邦海軍の構造はしばしば変更され、 1974年に一応の完成を見て1990年まで存続する。1956年から1960年末までは海軍司令部、海軍基地司令部、海軍訓練司令部、官邸試験司令部の4個機関コマンドが組織された。1960年代はめにはこの計画が非現実的であることが露見した。 東西ヨーロッパ諸国はすでに戦力の均衡を施行し、このような作戦計画は軍事バランスを揺るがしかねないものであった。したがって優先順位の問題としてバルト海を確保する点に注力され、ソビエト連邦海軍によるデンマーク及びドイツ沿岸への着上陸を阻止することが主任務となる。新計画は 基本的に次の事項がドイツ連邦海軍の義務として求められた。バルト海ではデンマーク海軍と共同でソビエト連邦海軍の着上陸を撃退するためのバルト海の封鎖やバルト海の海上交通の封鎖に伴いワルシャワ条約機構軍の陸上部隊の強化と補給を遮断すること。北海ではドイツ連邦海軍は 自己航路の保護に貢献することが求められた。この航路は、連合軍の援軍を、オランダ、ドイツ、デンマークの港湾に輸送するためであった。1970年代から1980年代にかけて、これらの任務のために新装備を調達する。これらの内訳は40隻の最新、A ミサイル高速艇、24隻の潜水艦、 最新の総海システム及び112機のトーネード IDS 戦闘攻撃機とヘリコプター搭載フリゲート8隻であった。ドイツ連邦海軍がバルト海に展開していた海洋戦力は全海軍のおよそ3分の2に達していた。そしてより小規模なデンマーク海軍と共に重心防衛システムを構築することに成功し、これを継続管理して、 仮想的の着上陸作戦に対抗する。これらの任務に基づき、ドイツ連邦海軍の作戦域は、当初の運用計画では、バルト海及び、北海のドーバーカレー船西方、北緯60度以北に展開するが、教育訪問については例外であった。この運用制限は1980年6月に解除され、全体を、ナトー北側面領域と呼称される。 1961年以降は、NATO の指揮構造に結合され、連邦海軍内の改革がなされ次のように、艦隊司令部、ビルヘルムスハーフェン基地司令部、中央海軍司令部の3個機関コマンドが設けられ、さらに1965年に海軍局が組織される。1972年に以前と類似した組織構造に編成されることになり、 1974年に連邦海軍の高等指揮機関は次の3つに分けられた。艦隊司令部、海軍支援司令部、海軍局で、この組織構造は2000年まで維持された。1980年代半ば、3つの要因が連邦海軍に新しい方向性を位置づけた。1つ目は、ソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ書記長が、 ペレストロイカを推進し、米ソ首脳会談で、核軍縮やアフガニスタン問題の解決に向けて、歩み寄り、これに合わせて、ヨーロッパ情勢の変化のための政府間交渉を開始したことである。バルト海正面での脅威の低下は、連邦海軍に完全な転換を必要とさせた。二つ目は、ナトイ危害での新たな紛争である。 イラン・イラク戦争で1987年に、ナト o 加盟各国の海軍は、石油タンカー等を護衛するため、ペルシャ湾に艦艇を派遣し、従来展開していた地中海に力の空白を生じた。西ドイツ海軍は、この空白を埋めて、均衡を維持するために大大役を果たす必要性に、迫られ、以来、艦艇部隊は、地中海に常時展開することになる。 三つ目に、従来の装備を可能であれば、早期にでも、最新の武器システムへと1対1で更新することが求められた。特に老朽化が著しかった第一、世代総会官邸は、最新官邸に更新された。1990年の東側5州の連邦共和国への加盟により、東西ドイツ統一がなされ、1991年に海軍総監。 ハンス・ヨアヒムマン海軍中将は2005年を目標とする統一ドイツ海軍としてさらなる発展のための指針を提示する。東西ドイツ再統一により旧東ドイツの人民海軍が編入され統合事業が始まる。1995年に海軍指導部は組織の連続性にもかかわらずこれまで非公式ながらも使用されてきた連邦海軍を ドイツ海軍に改め、以後は公式文書で、救命称を使用しないように通達が出された。1990年以降、連邦海軍は、基本的には、以前の組織構造を維持したが、連邦軍全体は徐々に縮小されつつあり、連邦海軍も、同様に削減されることになる。2プラス4条約の規定により、 旧東ドイツ地域は1994年末まで、ナトー指揮下軍隊の入域を禁止していた。したがって、旧人民海軍の将兵たちは、当初のまま維持され、当初は、シュトランスベルクに設置された、連邦軍東部司令部レーカにある、ロストック海軍司令部の全面指揮下に置かれた。そして1995年から統一ドイツ海軍は、 同一標準の新組織構造を採用し、NATO 加盟国による旧東領域への駐留を可能とした。東部海軍司令部は解散され、代わりに一部の新部門は東側地域に設立され、他には西側からいくつかの部隊や機関が移転する。2000年にルドルフ・シャーピング連邦国防大臣は連邦軍制度改革の海軍組織について、 抜本的に変更する一方、連邦軍の緩やかな継続的変革はこれまでの普通段階から踏み出して一挙に進められ、海軍はこの方針に拘束される。1990年以前はバルト海で活動することを前提とした小型艦艇が主流であり、このため大型艦については異なる艦視を調達していた。同時に、 海軍将兵の定数は約2万5000人まで削減される。これにより海軍の勢力は他軍種との構成比率が1990年以前の約10%からほぼ7.7%まで縮小される。NATO の宴会域での活動についてドイツ海軍は事故の経験を反映しより良いアイデアを伝達するため2007年に 戦海域制限作戦センターをキールに設置し、2009年に、NATO に公認される。1956年の県軍以来、ドイツ連邦海軍は北海及び、バルト海沿海域でのワルシャワ条約機構軍の進行を抑止することが主たる任務であった。しかし、東西ドイツ統一とヨーロッパにおける冷戦の終結は、その後の安全保障環境と、 国内世論の変化も、相まって、ドイツ海軍の戦略を、抜本から変革することが求められることになる。ドイツ海軍は、連邦国防大臣により確立した、防衛政策にのっとり、海軍は、国家の安全保障政策に貢献する。1990年以降、連邦軍の任務は、ナトイ危害に拡大し、平和維持活動に参加する。 主たる任務には以下のようなものがある。ドイツ海軍巡承と自衛大会小保冷戦末期の1987年にイラミイラク戦争の余波により地中海へ艦艇を派遣して期的に軍事行動を実施していた。初の海軍納遠域内派兵であったが加盟国間の共同防衛義務に基づく安全、保障支援であった。東西再統一直後から国内では 連邦軍の生きがい派遣について集中的な議論が始まった。これについては1990年8月2日のイラク軍のクエート侵攻に橋を発した湾岸危機とそれに引き続く湾岸戦争においてドイツ連邦軍の運用についての影響があった。これらの活動で統一間もないドイツ連邦海軍はかなりの分野で外国軍と関係していた。 湾岸戦争にあってはドイツはアメリカ合衆国が連邦軍の派兵を求めたが、ドイツ連邦共和国基本法のほか、国際連合加盟後に形成された、ナトー域外派兵に関する自主的規制に拘束され、戦争中には湾岸地域に軍隊を派遣せず、総額172億ドイツマルクの戦費を拠出し、トルコに空軍航空機を地中海では出動した。 他の加盟国海軍の穴埋めで海軍が展開し、戦後になってペルシャ湾に総海底を派遣したが、それでも日本と共に小切手外交と各国から激しく非難された。1991年6月25日のクロアチアスロベニア両国同時の独立宣言により6月27日に、 スロベニアにて10日間戦争が勃発し、いわゆるユーゴスラビア紛争が始まる。この影響により1992年から、NATO はアドリア海での監視作戦を開始する。ここでは、ドイツの艦艇と航空機が含まれた。アドリア海に初めて展開した艦艇は、駆逐艦 D183 バイエルンであった。各国それぞれ異なる活動をしていたが、 国際連合の金融措置によって派生した各種監視活動はシャープガード作戦の発動をもって集約される。この作戦に対するドイツの参加は連邦憲法裁判所での訴訟手続き対象の一つとなっていた。連邦憲法裁判所の判断で1994年の間に限りドイツ海軍は完全な範囲でアドリア海での活動に参加することができた。 作戦については、一応の体裁としては、旧ユーゴスラビア全域を対象とした武器流入禁止を目的に活動したが、他方では、ユーゴスラビア連邦主体、すなわち、セルビア人勢力に対して、金融措置が押し通され、ボスニア・ヘルセゴビナでの紛争解決に寄与するとされた。1995年6月30日に、連邦政府は、 ボスニアでの国際連合保護軍部隊に全軍種を参加させることを決定し、いくつかの部隊はデリバリットフォース作戦に参加する。海軍の担当については必要に応じて、ブレゲーアトランティック小海機2機と総海艇及び高速艇1隻をアドリア海に派遣した。これらのうち実際に活動したのは小海機2機だけであった。 1996年にシャープガード作戦の運用は終了するが、海軍は、ナト o の一角として引き続いて、アドリア海上にて存在を保持した。この後の1997年3月には、アルバニアの正常不安に伴い在留邦人及び、外国人救出のために、トンボ作戦が発動し、海軍は、アドリア海に出動する。 またコソボ紛争中にもアドリア海で紹介任務につき、紛争後の1999年にドイツ海軍はアドリア海に遺棄された弾薬の回収作業を実施する。1993年12月に内閣は第二次国際連合ソマリア活動のために、翌1994年3月から7月までソマリアに連邦軍を出動させる決定をする。 先見隊は、同年6月5日に、ソマリア入りししかし、先見隊到着直後の平和維持軍による、アイリード将軍派へ、攻撃や、同年10月のアメリカ合衆国軍の失態と、その後の各国軍の急速な撤退は、意見訴訟まで発展した、国内政治情勢も、相まって、国論の分裂を伴いつつ、1994年2月13日に、 1> 第1陣101人がフリゲート F211 ケルンでモガディッシュを出発しケニアのモンバサ港へ向けて撤退することになる。第2陣以降にフリゲートと補給艦がモンバサ港及びジブチ港にて派遣部隊約1700人を撤収させた。2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降対テロ戦争で連邦軍は戦列に投入される。 海軍については2002年以降に普及の自由作戦の一環としてアフリカの角にあるジブチに艦艇や航空機を展開させる。初期段階ではフリゲート3隻、高速艇5隻、支援艦艇,艇の他、ヘリコプター及び海軍庁距離偵察隊を含む総員約1700人に達した。これは1990年以来ドイツ海軍としては最大規模であった。 その後派遣戦力は縮小され、派遣隊はジブチ港を拠点に、フリーゲートや補給艦及び小規模な基地支援隊で構成される。さらに地中海東部では2001年末からアクティブエンデーバー作戦に参加している。2006年のレバノン侵攻に伴い国際、連合レバノン暫定中流軍海上任務部隊に艦艇その他を派遣した。 2006年10月から2008年2月までは、ドイツ海軍の提督が、海上任務部隊の司令官を務めた。当初のドイツ派遣部隊は、フリゲート2隻、高速艇4隻及び、支援艦艇2隻からなった。指揮権交代後は、フリゲート1隻と高速艇2隻に削減される。2002年末からの普及の自由作戦に参加以来、ドイツ軍艦は、 ソマリア沖、アデン湾に展開し続けてきたが、2008年には、ソマリア沖の海賊による民間船舶の被害が急増し始めた。これに対応するため欧州連合の枠組みで、アタランタ作戦に参加し、第一陣 F212 カールスルウェが2008年12月19日から、護衛任務を開始する。2011年6月現在、 ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、歴代官邸については、ドイツ海軍官邸一覧を参照。2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、ありがとうございます。